ピリカの小島と申します。ピリカは科学技術の力でいろんな環境問題を解決する会社です。僕たちはゴミ問題という問題を2つの問題に分けていて、メジャーリーグとマイナーリーグって勝手に呼んでます。メジャーリーグは皆さんが一般的に想像されるゴミ問題で、いろんな教室だったり家で発生したゴミを皆さんゴミ箱に入れてゴミ袋に包んで、それをいろんな業者さんや会社さんに運搬していってもらって、最終的には燃やしたり埋め立てたりするっていうお仕事があるんですね。これをゴミ処理産業っていうふうに呼ぶんですけども、これをいかに効率的にやるかとか間違いなくやるかっていう問題があって、それがよくうまくできない場合にゴミ問題と言われることがあります。なのでそのゴミ問題ももちろん大事で、いろんな埋め立て地が埋まってしまったりとか、燃やすときに CO2 がたくさん出てしまったりっていうのが問題になってるんですね。でも一方でこのメジャーなゴミ問題とは別に、僕たちが取り組んでいるマイナーリーグのゴミ問題というのがあって、それがゴミの流出という問題なんです。特に日本みたいな発展し終わった国だと、大部分のゴミはちゃんとメジャーリーグで処理されていくんですけれども、その一部がポイ捨てされてしまったり、トラックで運搬中にポロッと落ちちゃったりして自然界へ流れ出してしまうんですね。で、一個一個はもう無視できるかもしれないような、もう小さなタバコのかけらだったりするんですけども、世界中あらゆるところで同じことが起きているので、足し合わせていくとすごく大きな問題になります。しかもそのゴミの一部、例えばプラスチックなんかは自然界でも全く分解されることがないので、ずっと溜まり続けていってしまうんですね。なのでこのプラスチックが使われるようになってから何十年と経っていますので、今世界中に蓄積したプラスチックの量ってとんでもないことになっていて、これがすごく大きな問題になっています。マイクロプラスチックというのはプラスチックのうち5ミリ以下の小さなものを呼びます。大きなプラスチックとそのマイクロプラスチックって分けて呼ぶことが多いんですけども、大きなゴミは大きなゴミで、いろんなクジラとか海洋生物の窒息とか、死んでしまう原因になったりしますし、小さなプラスチックは小さなプラスチックで魚とか、その魚を食べる人間に容易に入ってきてしまいますので、その生態系の影響っていうのがやはり問題視されてたりしています。マイクロプラスチックとして見つかるものの中で、特に郊外とか農業が盛んな地域で多く見つかるのが肥料のカプセルなんですけども、今日本でお米を育てるときって他の野菜とか植物と同じように肥料をまいて育てるんです。なんですけれど、お米って水田で育てるじゃないですか。なので普通に肥料をまいちゃうと、なんか水の中にバッと広がってどんどん流れていっちゃうんですよ。だからどうしてるかというと、人間もその薬を飲むときにカプセルにくるんで飲むと思うんですけども、薬と同じように肥料もプラスチックのカプセルでコーティングしてあげて、でそのコーティングの隙間からじわじわっと肥料が染み出すような仕組みにしてるんですね。でこうすることで肥料を1回撒くだけで3ヶ月も4ヶ月も肥料の成分が長持ちするっていう商品があって、もうそれはそれは農業の世界では大事に重宝されてる製品なんです。なんですけれども、これを作った人はまさかそれが環境問題につながるとは考えてなかったので、肥料の殻はもう何の分解もされない普通のプラスチックだったりするんですね。でその肥料ができた後に殻だけが残って、田んぼの水を入れ替えるシーズンにドバドバッと川に流出して、最終的には海の中に流れていったり、海岸にこう打ち上がっていたりするんです。ちょっと想像もつかないかもしれませんが、年間で800万トンぐらいのゴミが毎年海へ流れ出していて、その量はどん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 増え続けてるんですね。なぜかというと、世界中で生きる人の人口が増えて、しかも一人一人がだんだん豊かになっていくので、使うプラスチックの量が増えていくんです。なので人口かける使う量の掛け算で使うプラスチックの量はとんでもない増え方をしていて、しかもその結構な割合が川や海へと流れ出しちゃってるんです。例えば人工芝というそのマイクロプラスチックの流出というのを見つけているんですけども、人工芝を海でも分解できるように、そんな物質に変えてしまえばいいんじゃないかっていうアイデアがあるんですね。
でもこの分解できるプラスチックっていうアイデアは、他の分野ではすごくいいんですけど、人工芝について言うと実はダメなんですよ。なぜかというと人工芝が分解しやすくなっちゃうんで、そもそも漏れ出しやすくなっちゃうんですね。だから人工芝についてはむしろ、もっと強くしたり、ちぎれにくくしたり、あとは水路にストッパーをつけて漏れ出さないようにしたりするっていう方法が有効だと思います。今よく言われているのは、このままのペースでプラスチックごみが海に増えていくと、2050年までに海に漂うプラスチックの重量が海を泳ぐ魚の重量を上回るっていうふうに言われています。で、これはもうとんでもないことで、ちょっとイメージしてほしいんですけども、水槽に魚を1匹浮かべてですね、その魚と同じ重さのプラスチックを埋めようとすると、プラスチックってめちゃくちゃ軽いんですよ。なので魚と同じ量のプラスチックを埋めようとしていくと、もう水槽って袋でみちみちになっちゃうんですね。なので魚ももう身動き取れないぐらいの量のプラスチックがこれから30年の間に海に出ちゃうっていうふうに言われてるんです。